オ時代やたらべったらさんです、はい、今最も好感度の高いタレントって実際のところ誰なんでしょうか、はい、1位実際というかランキングって毎年やってるやんか、うん、あれ誰なの、はい、今ってまだやってんすか、やってるやろあれさんまさんとか過去で言うからそうじゃない、今は多分違うんじゃない、調べてみよう実際に好感度の高いタレント、実際のところ誰なんでしょうか、誰だろうね、まあ、要は俺と西野が思うってことだ、世間のあれではなくてなくて個人的にこの人はこの人はほんまに会って喋ってみても、うん、強烈なぐらいええやつやなって思う、あー稀にいるよね、いる稀にいるんすよ、言うてもやっぱりみんな、まあ女性タレントもそうやし男性タレントもそうですけど、言うてもやっぱりどっかこうこの世界で爪痕残したらええいう人間ってちょっと変わってるやん、はいはいはい、ちょっと曲がってたりとか、はい、いい意味でね、ほんまに何や、あ、ごめんなさいごめんなさい、めっちゃ喋ってたやん、喋った、めっちゃ喋ってた、喋ってた、ほんまに、え、うせやん、え、喋ってた、生きてる俺、喋ってたやん、ずーっとこうやって考えてなかった、喋ってた、喋ってたやん、なかなか熱い温度で喋ってましたよ、僕喋ってた今いや、そう、僕もちょっと聞こえなかった、聞こえなかった夜よねなになに、一応、はい、1位、男の1位が、はいはい、阿部寛さん、阿部寛さん、あで、はい、女性の1位が綾瀬はるかさんとなっております、ちょっとずるいけどね、役者さんはずるいし、うん、素を出してないから入れたらあかんよね、うん、役者さん入れるっていうのはちょっとずるいけど、入れたらあかんわな、やっぱりな、うん、じゃあまあお二人が思うにしますか、じゃあ僕だから今言ってたんやけど、たまに稀にいるんですよ、うん、なんだこのまっすぐな人は、うん、やつは、うん、何人かいるよね、いる、俺はもうウィンズのケイタやね、俺あいつ以上見たことがないわ、あその、まっすぐ、あー確かに、マジでいっけない、濁りなしね、確かにな、まあ、だから仕事も一緒にやってたし、はい、仕事外でもご飯も一緒に食べたことあるし、うん、もうすごいよねあの子は、確かにな、俺の中でもマックスはだからケイタなんですよ、意外です結構、あそう、はあ、あのままといったら失礼、あのままというかね、鼻くそがずっとあるで、右側俺も気になってんね、うん、ずっと右、うん、鼻くそがケイタはね、うん、映ってるテレビで映ってトークとかもしてるけども、うん、それ以上やね、いいやつ、なるほど、言うてもウィンズを作ってるから、あいつも多分、はいはいはい、出てる時ってこうでこうで、もっと可愛いし、あ喋ってたらプライベートも、はい、まあ言うても俺もう結構長い年数飲んでもしてないねんけど、うん、当時はもうすごかったね、こいつなんやねん、そら女好きになるわと思うし、なるほどなー、ケータやね、ケータ、ケータが1位かな俺は、なるほどなー、俺でも僕なんかよりもいっぱい会ってるやろから好感度、うん、それこそ妻夫木さんとかとも、うわー、うん、ええー、男何それ、神様さんみたいな、ええ男、ええ男、性格もええ男、だ当時仲良ししてる時に喋ったりした時、話聞いてると絶対ええ子なんやろなって、同い年でね、うん、うん、妻夫木君、ええ男、うーん確かにね、誰かなって、芸人で誰かおるかなっていうことずーっと考えてんねんけど、芸人は言うたらみんなええやん、いやそうでもないよ、そうでもない、久保田とかいるで、あれはうんこやもんね全身うんこ出てきてるからな、うんこに毛が生えてるやん、誰ですか、ゴリさんとか優しいで、あーガレッチさん、いや要はな、要はね、芸人でも天然って言われてる人は、うん、そりゃなんかええ人やん、もうみんな、うん、せやけど、そっちじゃなくて、じゃつまりロッチーさんみたいな人はもういいのは分かってるんだけど、カータさんみたいなのがいいのは分かってるんだけど、うん、そっちじゃなくて、こう結構あの自分で意思決定も全部やってる人で、うんうん、しかも人の悪口も言わない、うんうん、もう全て自分で背負いますっていうのって、俺結構ゴリさん、あー、うん、ナンバーワン、ゴリさんだね、大内さん、あー大内さん、大内さんな、大内さんも素敵な方です、ね、すぐ泣くで、でも不倫するで、不倫は絶対、でもその、うん、外出た場合で、東京の外出ての不倫でしょ、その、うん、それはカウントしてないから大丈夫、そのルールは一体何なんですか、
カウントしてないね、その東京とはそれは仕方ないけど、うん、でそれ言うと不倫はしてない。不倫してんのはさ、北海道とかでしょ、おじさんが。北海道、いやそれは知ってるよ。でそれはカウントしてねえから、そのライフジルールではだから不倫はしてないよ。言ってええの。いや知らん。毎日ゲームパック。これまあ